木村屋工房。次は三丁目の山田さんのところに配達だね。ブラックさながらの労働環境。まあお金は大事だからね。と言っても最近働きすぎだからね。よし、雇用者としては娯楽を提供する義務があるね。おお、休暇ですか。ちょっと観光にでも行こうか。観光ってどこ行くの。みんなが知っているところ。知っているところ。そうそう、大体の人は知ってるはずだよ。てか、ゆうちゃん、パイソン買ったこと報告しなくていいの。あ、パイソン買いました。あっけない報告。まあね、見ればわかるじゃん。あ、挨拶が遅れました。パイロットのゆうみです。アシスタントのゆかりです。サブパイロットのマキです。そういえば、ゆうみ、立ち位も変えたんですね。うん、カスタムキャストで作ったよ。そしたら、声と立ち位が合わなくなった。再調整しなきゃダメ。それはまた今度にするよ。ところで、オプション装備の換装をしていますが、UL スコープの5ランク。うん、ちょっと遠出するから燃料補給にと思って。戦闘する予定はないから追加装甲と入れ替えたよ。 FSD の距離にも影響が出るからね。やっぱり読んでいいかな。ここは太っ腹に5で構成を回る手間も省けるし。うん、やっぱり5にしよう。換装ですし、まあ妥当な値段ですね。それなりの輸送すれば元取れるしね。この後、外装も変更しました。さあ、出発しようか。マキさん、お弁当は？ちゃんと作ったよ。お、楽しみ楽しみ。で、あれ？今日は着替えなくていいんですか？戦闘しに行くわけでもないし、普段着でいいんじゃない？オッケーオッケー、そういうことなら楽ができるね。なんか、いつもノーマルスーツだったからちょっと変な感じですね。まあね、と言っても私は年中ノーマルスーツだけどね。まあそれしかないもんね。だね、基本コマンダーは手ぐらいしか見えないし。プロフで顔が映るぐらいですもの。今度仙台カメラにしてみたらいいじゃん。いや、私の姿とか映してどうするのよ。ゆうちゃんかわいいやったーがもらえるかも。ないないない、もらっても困るし。まあ、私たちだけの秘密ってところですね。はいはい、そろそろジャンプするから席に座ってて。はい、あいよ。でも、まだ目的地を教えてもらってませんよ。どこだろう、帝国本拠地にでも殴り込みとか。それは、ありえるかも。戦闘はしないって言ったじゃん。じゃあ、ジェットコーン。ああ、あの、青いうねうねした構成ですか。というか構成なのかな。どうなんだろう。構成かどうかは、わかんないよ。なんか FSD の距離が難しいよ。まあ、モジュールに被害が出るけど。被害が出るのは嫌だな。オートフィールドメンテナンス積まないとですね。あれ電力食うのに。新宇宙に行くなら乗せておかないと、修理できずに合流することになるの。というわけで、しばらく移動画面をお楽しみください。じゃないけどね。ということは次が目的地ですか。そう、みんなご存知な星系だよ。 SOL、 ソルっていうことは太陽系ですね。そう、人類発祥の星系でもある太陽系だよ。ユウちゃん、侵入許可持ってたんだ。
うん、一時期貢献してたからね。ちなみにアサルトシップまでは購入できる。ガンシップは？まだ。ガンシップなら、艦載機も積めるからいいのに。そうなんだけど、途中で飽きちゃってね。クルセイダーも実装されちゃったから、そっちに流れちゃった。まあ目標は、大いに越したことないですものね。そうそう、いろんなことができるしね。早くアナコンダに乗りたいんだけど。そんなにせかさないでよ。まだお金貯めているところだから。チリも積もれば、ですね。それそれ、さ、ジャンプアウトするよ。おー、大量ですね。おー、と言っても、そこらあたりの構成と同じだ。まきちゃん、それは言わないで。まあ、基本構造はどこも同じですからね。さてと、目的地を見つけたいんだけど。遠くの惑星ばっかりだね。こっちでもない。これは観光地でしょうか？21世紀では見つかっていない惑星もあるんだね。今や人類の活動範囲は太陽系を優に超えていますからね。まあいいや、まずはお天道様でも拝みましょうか。そうですね、太陽がなければ人類は生まれませんでしたからね。青い海、輝く太陽ってやつだね。でもなんでソルなんですか？太陽って言うとサンってイメージが。あ、それ知ってる。ソルなら伝語で、サンが英語なんでしょ。語源とか使う場面とかで変わるみたいだね。さて、目的地をターゲットしないと。ワクワク、ドキドキと言っても、太陽系まで来たんだから、行くところは一つだよね。地球ですね。これが、私たちの住む地球か。そう、人類発祥の地にして母なる惑星。なんか、やっぱり、他の星と違って綺麗ですね。うわ、なんか、すごい台風ができてるんだけど。ふふ、こう見るのもいいでしょ。さて、今夜は近くのステーションにホテル取ったから、私のおごりで飲むよ。ヤッホー、やったぜ。大丈夫なのですか？大丈夫大丈夫、お金は使うときに使うんだから。さすがゆうちゃん、さあ飲むぞ。ゆうみとゆかりのエリートデンジャラス、第8話を報告してくださったシルフィナ様、ハルルート様、サポリュー様、クレメイヤ様、ゼロサキ様、TKT 様、ウィンド様、誠にありがとうございます。よろしければ、また視聴してやってください。ありがとうございます。思いついたままに録画して編集してるので、不定期更新ですが、どうぞ見てやってください。ガイドビーコンなんか出すな！やられたいのか！ありがとうございます。マキさんに負けないように活躍していきますね。胸が。ありがとうございます。戦闘の過程も見たいって人には申し訳ないと思いつつ、だいたい10分ぐらいで収めたいので省略させてもらってます。ありがとうございます。毎度のことながらお見苦しい点もありますが、今後ともご視聴ください。07っていうのが何を指すのか分かりませんでした。でも、ご視聴くださったと思いますので、もし、よろしければ次回もご視聴ください。第7話の追加コメントがあったので。一遍、死んでみる？もちろん。CZ や RES に向かう際は、商品券と探索データを売り払ってから向かってますよ。特に詳細スキャンしたデータは、高く売れますものね。では、良き宇宙の旅を、コマンダー。